夢を見た、刀剣乱舞。鬼は、どこだ鬼丸国綱。夢で見たんだ。あんたのもとに、鬼が来ると。 鬼が来た時だけ、呼んでくれ。俺は鬼を切るが、手元に置くには不吉な太刀だぞ。鬼を斬る以外、興味はない。他の連中を守ってる余裕はないぞ。鬼を斬るのか相手が鬼なら、いくらでも切ってやるさ。 ぞ。恨みはないが俺の目的のためだ死ねキるキル どうでもいいなんだ脇道に入ったのか鬼が来るあとで手入れが必要だな俺は鬼を斬ることくらいしかできないからな その首、もらった。その首、もらった。とっとと治療してくれ。ああ、俺も気になってたんだ。当然だ。これじゃ鬼を切れないからな。 俺ならもっと強い鬼だろうがわざわざ声をかけに来なくても俺はここを見張っている新しい刀 できたぞ霊力が高まるな手紙が届いてたぞ。なんで俺がこんなところに分かったこれを使うか鬼が切れればそれでいい 手の良い厄介払いか残念だったな。帰ってきたぞ。帰ってきたぞ。放っておいていいのか訓練なんかに付き合わせやがって。 なんで俺が畑仕事をははは刀に畑仕事させるなんてね。確かにこれは驚きだわな。泥だらけじゃないか。次は何だどんなトンチキな仕事をさせる気だ 勝手に鬼を切りに行ったらいけないのか。ほう。あんたはこれで一周年か。意外とやるんだな。就任二周年を迎えたんだな。この二年の間、鬼を見かけたことはあるか 就任三周年か。こうなると、鬼の方が逃げていくかもな。就任四周年だな。油断した頃に鬼は来る。その時は任せておけ。就任五周年。 おめでとう。なんだ、普通に祝ったらいけないのかああ、帰ってきたのか。そろそろここを出て、鬼を探しに行くべきかと思案していた。鬼丸国綱。天が五軒の一振りだ。 鬼を探してあちこちをさまよう羽目になっている俺の主は一体誰なんだろうななあ関白様はどうだった俺はすぐに預けられたからなウフ様は信長さんなら。 常識人だったけどよ。なんだと後の世じゃいろいろ言ってるけど、ごくごく常識人だったよ。若い頃の行状もよく反省してたし。すぐに家臣を手打ちにしたり。ああ、やってたやってた。それは常識なのか <laughs> あの時代じゃ割とある話だったけど。 鬼丸さん、今日も任務頑張ろうね。お前、なんだか俺に懐いてるよな。だって、同じ慌た口から出た天下五賢じゃない。同じ慌た口ったって、俺は国綱、お前は吉光だろう。国吉が撃った泣き狐さんだって慌た口でしょうん。いや、俺からすると、 お前たちは後の世代だからな。それに、鬼丸さんは一人や平野とずーっと一緒にいたでしょそうだな。俺は様々な家を転々としてきたが、確かにあやつらと一緒に過ごした期間も長い、か。でしょだったら、僕たちが鬼丸さんのことを、とても身近な存在だと思ってもいいんじゃない やれやれ。ここでもお前と一緒になるのか、鬼切り。んああ、そうだね。柴野といい、僕らを追にして揃えたがる人間はいるよね。ま、同じく鬼を切った逸話があるからというのがあるんだろうな。その辺よくわからないんだよね。妖怪を切った逸話なんてよくあるんじゃないの そうそうないと思うが。いや、この本丸には他にもいるか。だよね。だから、そこを大きく取り上げなくてもよくないというか。それは、お前が逸話に頓着しなさすぎるだけだ。あはは、弟にもよく言われる。兄者は逸話にも名前にもこだわりがなさすぎる。 そう言われれば、今は鬼切りじゃなく、髭切りか。うん、確かそう。僕は何でもいいんだけど、名前がコロコロ変わると、人間は困るみたいだし。は、<laughs> お前と話してると、頭が痛くなるよ。 だな、鬼丸。これで天下五軒がまた一つ権限したというわけだ。名乗りはするが、そのくくりで仲間意識を持たれるのはしっくりこない。まあ、そう言うな。室町の世からそう呼ばれてきたではないか。逆に言えばそう呼ばれているだけ。同字斬りや大伝太は、 同じ養物切りとして共感がないでもないが。おや。俺とは足利の頃からの付き合いだろう仲間面するならそういう具体的な話をしろ。天下五賢なんてくくりじゃなくな。もし。ん なんだそっちから話しかけてくるなんて。い,いえ。あなたが権限してからの様子を見ていたのですが、もしや避けられているのではないかと。別に、お前がどうという話じゃない。気にするな。それならば構いませんが、もしお悩みがあるのなら、私が聞きましょうか。大したことじゃない。 俺とお前の距離感を測り兼ねていた。<laughs> 私とあなた、すなわち、天下五剣とされる刀の問題ですかああ。お前とは一緒にいたことがないはずだ。なのに、周囲は同じ天下五剣としてくくってくるわけだからな。なるほど。ですが。 今は同じ主のもとに権限した身。縁が改めて結ばれたと考えるのはいかがでしょう。そうか。救援がなくともここでは違う、か。え天下五軒として、ここに我々が集うことには、きっと意味があるのでしょう。 うんー。うん陰気だな。何か喋ったらどうだあんたもな。俺がか。あんたが喋れば、俺も喋る。じゃあ、黙ってていい。おい、それじゃ会話がないだろうが。 聞いてるのか案外しゃべってるなこういうのはしゃべるとは言わん独り言だそうかはあそこで黙るなうん ふ、うん。陰気だな。あんたはいつだって、俺と顔を合わせればそんなことを言っているな。そうだったかああ、そうだ。あんたがご陽気に喋ってみるのはどうだ鬼を追いかけ回している話ならできるな。そいつは陽気な話なのか 他に話題がない。蔵の中の話でもしてやろうか。それはご陽気なのかまさか。はぁ、あ。はぁ、あ。ほら。酒か。これがどうした 飲んでいる間は喋らないでいい。最初からこうすればよかったんだ。そいつは思考の停止だぞ。たまには鬼を追いかけないでいい。外に出ているだけマシだろう。まあいいか。高い酒だ。ちびちび飲め。酒は一気に飲むからいいんだ。飲んべめ。 確かに、言う通りだな。今までで一番会話している気がする。今度から安酒だな。ケチなこと言うなよ。